どうも、なおチャンネルの藤原です。今日はね、視聴者様からリクエストがありまして、湘南方面で大きなアドリアなどのキャンピングカーが止められる駐車場どこかないでしょうかということでね、早速探してみました。それでね、人気のスポット江ノ島で大きなキャンピングカーでも駐車が可能なところがありましたので、早速ねそちらに向かいたいと思います。今日はナナママとナナちゃんももちろんね一緒ですね。久しぶりですね。皆さんもキャンピングカーに一緒に乗って旅を楽しむ気分でぜひ最後までご覧くださいね。では出発しましょう。レッツゴー。はい、いつもの圏央道の海老名ジャンクションの渋滞ですね。土曜日の午前中の渋滞、相模原相川インターから海老名ジャンクションまで所要時間40分って出てましたね。普段だったらここ15分もあればね通過できちゃうんですけれども、やはりね、土曜日の午前中は混みます。でそういった場合やっぱりキャンピングカーがあるとね、この渋滞を避けて前の日の夜から出られるのでね、とても便利なんですけど、今日はうちの都合上午前中からね出てきました。キャンピングカーってやっぱりね、渋滞してても普通車で走ってる時よりはかなり気持ち的にもね楽ですね。疲れたら止まってそこで休憩しても全然余裕でね快適にくつろげちゃうし、大きなキャンピングカーだと特に高い位置から運転したり車窓を眺めてるんでね、前の方までこう見通せるじゃないですか。乗用車の屋根の向こう側の先の先までこう見えちゃうから、渋滞がねそんなに苦痛じゃないんですよね。まあそういった意味でもねキャンピングカーのいいところなのかなと思いますね。気持ちいいね。快適。ここの国道134号線沿いの西浜歩道橋下のところ、これね、右側のところに入って、ここに中部駐車場っていうのがあるんですけれども、ここもね、観光バスだとか、大型車対応してます。ただここはね、江ノ島水族館、江ノ水にはもうすぐそばで近いんですけど、江ノ島の桟橋を渡ってね、島の中に行くのはちょっと歩くと距離があるので、まあ、できればね、島の中にある駐車場がいいと思うんです。今回はそこの、島の中のね駐車場が予約できましたので、向かっております。右手が新江ノ島水族館ですね。ここね、波と波がね、左右からぶつかるんだよ。江ノ島かもめ駐車場というところですね。これね、大型バス専用って書いてあるんだけど、キャンピングカーも OK ということでした。で泊まりもできるのでね、外に椅子とかテーブル出さなければ単純に車中泊は楽しめます。はい、江ノ島のかもめバス駐車場に到着をしました。向こうに見えているのが江ノ島のヨットハーバーですね。事前にね予約で車室を選べます。一番端っこがね落ち着くと思ったので、こちらの8番車室というところを選択しました。江ノ島の島内の方をね観光に行きたいと思います。
さんに優しいのが嬉しい。うん。あ、美味しそう。ハマグリだ。富士山が見える江ノ島天然温泉、江ノ島アイランドスパですね。ここは天然温泉もあるんですよね。エノデンのペロペロキャンディ。面白い。すごい、あの、ナナちゃんサイズだ。うん、ワンちゃんのお土産。クッキーだ。クッキー。クッキー。シラスクッキーだって。うん。あ、いい匂い。ここがびっくりした。はい、どうぞ。はい、それ屋外用のストーブあったかいでしょ。あったかい。こう上から落ちてくる。そうだね。最近それなんかショッピングモールとかさ、うん、三井のアウトレットとか、屋外なんか特に、ね、そう、ララポートとかね、ミッドタウン系のテラスに置いてあるの。ハーブイクラ丼。ハーブイクラ丼。2つ。はい。黒いレモンの刺身醤油で、白いレモンのポン酢ベースにニンニク、生姜、レモンを入れたシラスのタレになります。お好みでお使いください。はい、ありがとうございます。ななちゃん偉いな。はい、じゃあいただきます。Thank you.
シラス半分ずつ食べれるから、うん、ハーフとね、生と釜揚げた、うん、おいしい、うん、ごちそうさまでした。はい、結局ね、雨が止まないので一旦奈々ちゃんも連れてキャンピングカーの方に戻ってきました。ちょっと様子見ながらね、コーヒーでも飲んで時間潰して、でまた後でね、江ノ島の島内散策に行こうかと思います。観光バス結構入ってきたんですけれどもね、雨がすごいんですよ。でやっぱり気温がね、この時期としては低めです。でもね、江ノ島の島内結構にぎわったよね。ね、すごかったね。こんなに人が来てると思わなかった。やっぱり外国人客も多いね。多かったね。でもしらす丼美味しかったです。今日は寒いからね、アルデヒーター入れてます。今ね、部屋の温度24度で設定してます。ポカポカですね。お部屋の中24度5分まで上がってる。外外気温一桁だね。靴に穴開いてたのかな。靴に穴開いててびしょびしょになってキャンピングカーだとこうやって途中で休憩しに来るところがあるからいいよね。でも千葉県の大型のテーマパーク行っても、駐車場へ戻ってきて休憩してね、園内広いからさ、ずっと歩いてるともう足が棒のようになってくるぐらい疲れるじゃん。もう10キロも15キロも歩くからさ、1日に園内を行ったり来たり行ったり来たり。結構歩くわね。歩くよ。先にファストパス取っといて、で時間になったらまたそこ戻ってきたりするじゃん。ともう1日歩いたらもう夕方になったらもうクタクタになってる。でもキャンピングカーがあるとさ、そうね、園内じゃなかなか休憩できるところも少ないけど本当に助かるよね。そうそうそう、うん、仮眠もできるしね。天の湯の歌舞伎揚げ、結構これ上がってくよね、上までね。うんうん、花手水、うん、これね、一番奥の方に行くとね、江ノ島の岩屋洞窟があるんですよね。ここからまだ1キロ近くね先になります。はい、眺めがいいところまでやってきましたね。あちら江ノ島のヨットハーバーがあって、ちょうどこの右手、この辺ちょっと山陰になっちゃってますけどね、この辺がキャンピングカーを止めた大型専用の駐車場。海の向こう側に見えているのが、これがね、国道134号線ですね。右側の方が、鎌倉方面。ここはね、ペットが OK っていうお店が多いのでね、ありがたいですよね。ね、ワンちゃんやニャンコも一緒に入れるっていうね、お店が多いです。向こう奥の方に見えて、展望台だけがね見えてますけど、こちら江ノ島の展望塔台ですね。江ノ島大師だって。山二つ、上空から見るとひょうたんのようにくびれた形をしてて、ここは江ノ島を二分するくびれ部分にあたることから俗に山二つと呼ばれてるんだって。で、こしあんがいい。こしあんと粒あん1個ずつください。こしあんが白で、粒あんが茶色だよだと思ったけど忘れちゃった、うん、じゃあいただきます。いただきます。
こしあんがね。こしあん、美味しい。蒸したて、うん、うん、あったかいね。鬼神の鳥居だって。うん、1182年に源頼朝が奉納したと伝わってる鳥居だって。八方睨みの亀だって。天井がこっちの鳥居の上の方にあるんだね。ここ展望ができるんだよね。ね、降りてきまーす。ずっと下まで降りてます。これ海の波打ち際のところまで降りるんだよね。はい、海が広がってきましたね。階段はきついけどね、ここは来る価値ありです。岩屋橋渡る前にね、こちら下の海のところ降りてみようかね。すごいね。はい、じゃあ次は岩屋の方に行ってみましょうか。もう 目の前まで波の荒波じゃないな目の前まで荒波が。いや、ほんとね、途中の階段がめちゃくちゃきつそうなんですけど、来てね、価値ありですよ、うん、多少大変だけど来たらすごい絶景。来てよかったね。うん、来てよかったね。はい。岩屋に到着しました。長い歳月を経てね、波の浸食でできた海食洞窟なのね。海の洞窟です。江ノ島岩屋。じゃあ入りましょう。入場料は大人一人500円ですね。はい、行きましょう。第一岩屋と第二岩屋があるみたいだね。第一岩屋から行ってみましょう。うん、ね、奥の方行ってみましょうかね。ほら、ここのさ、岩屋から富士山の鳴沢の氷結までつながってるって言われてるんだよね。そうなの。うん、現在地ここ、そう、鳴沢氷結行ったことあるし、この前も鳴沢氷結の渋滞で並んだじゃん。ついてるから大丈夫です。どうぞ、まっすぐお越しください。ありがとう。面白いな、これ。高速だ。アンドンを足してくれましたね。アンドン面白い。そんなに暗いって話。見えないわよ、ちゃんとしてね。日蓮聖人の寝姿石だって。座標観音
おさそう。おばさん？おばさん？こんな感じだね。これ皆さん結構暗いです。真っ暗です。iPhone のこの性能がいいからね、明るく見えるし、ろうそくの光があるからいいんだけど、結構暗いですよ。頭気をつけましょう。大師座像、江ノ島神社発祥の場所だって。これ一番突き当たり、すごい、はい、すみません、ありがとうございました。これ置いちゃっていいですか。はい、ありがとうございました。どうも。じゃあ第二岩屋の方行ってみましょうか。ここにもほら、佐賀の工場の蜜うろこ、至る所に蜜うろこの籠。第二岩屋まで結構ね、距離がありますね。橋を渡って一旦ね、外へ出ました。第二岩屋、すごいですね、イルミネーションを施してありますね。こっちのがなんか現代的な感じの道具。竜がいるぞ。竜。怖い。すごいね。じゃあパフェ食べようか。入ってもいい。中が空いてるよね。いただきます。やったパフェ。久しぶりだな、こんなのか。いっぱい歩いたから美味しいよね。うまい。あ、美味しい、幸せ。うん、いいと。はい、駐車場に戻ってきました。奈々ちゃんちゃんといい子で寝てるかな。もう足音で奈々ちゃん察知したかな。はい、奈々ちゃんただいま、はい、寝てたかな。参考までになんですが、ここのすぐ隣にも大型キャンピングカーが入る時間貸し駐車場がありました。ただし21時以降の宿泊は不可能でした。本日利用した江ノ島かもめ駐車場は宿泊が可能なので、ゆっくりと江ノ島散策を楽しみながらキャンピングカー車中泊するには最適だと思いましたね。江ノ島かもめ駐車場の詳細や予約などのリンクを QR コードで記しておきますので、参考にしてみてください。走るホテルアドリア行き当たりばったり、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもキャンピングカーで役立つ情報をお伝えしていきますので、ぜひまた見に来てくださいね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。なおチャンネルの藤原でした。